というわけで皆様お久しぶりでございます。2週間ぐらい前からですね、ちょっと喉の調子がおかしいなっていう状態になってしまってですね、はい、まあ、ちょ今日はね、こんな感じでトーンをですね落として、はい、やっていきたいと思います。ガチでカットイン演出オフにしてほしいな。いやマジだって見えてないし、だってこうやって大パンしてるからモニターなんか見えるわけねえんだよ。強靭うるさ。今この一瞬台を殴ることに全神経を集中させてるので、カットインなんか見る暇が喋んなマジでお前ら。カットインなんか黙ってマジでしろ、だったっすぞ。なんだよ切れそう。マジで玉やめ初期を思い出すかのような風呂だわ今の。まだ切れそうだよ。いや、こいつ多分脳筋トイトイメーンだわ。カウンソでいいっしょ。キモいから多分こういう、うわ。わかんないけどさ。やってる。大丈夫、初戦5-2です。初戦は5-2。張った。行きたくな。いや、行かねえわ。シャンポン変化したら、行きます。はい。シャンポン変化したら行きます。これは打点を追求してのあれなんです。おあいあああ勝ったな、はい、これは勝ちです。これ赤なんでもう期待度が跳ね上がります、ね、これ信頼度 80% ぐらいあるんで、この赤1枚でマジ跳ね上がる。これ 80% ぐらいある。これ黒だと 20% やだやばあいつ。あまあいくら振り点とはいえ、はい、用具持つだろマジで本当に。なんだこれ、おっと早く積もってしまえ。こんな雑魚ども、こんな雑魚ども相手しないでいいから早く積もってしまえ。いや、これだ。あっ、よし勝ったな。今ね、リーチ4。リーチ4。浦さん、バイマン。リハビリだからさ、勘弁してくんないから。なんなん、いくら乗りづらい形とはいえさ、限度ってものがあるだろう。おいなあ、リハビリと難易度が高すぎ。やば、やめてくんない、リハビリ超級とかやめてほしいんだけどマジで。何これ。あ、分かって、これ完全告知か。この台裏ドラ完全告知だろ多分。ならなきゃ乗らない。クソ仕様だ。なんなんマジで。これで運が何パーセントと申したかお前。65もないからね。あ、ドラがあればか。裏ドラのパーセンテージ多分見たら俺多分 0.、多分俺マイナスいってるよ。俺の多分ね、団員戦の過去の戦績で、裏ドラの枚数やったらね、マイナスいってます、パーセンテージ。はい、間違いない。うわぁ。しょうがねえ。これはしょうがねえ。待て、気がついたら終盤なんだけど。ところで、お前その換算装置なんだよ。一応、イーシャンテンなんだな。今気づいたけど。あたかた、うるせえんだよ、バカ野郎。上がるより、テンパイ量の方が高い説まであるからな。マンズ高いし、マンズ高いからローマン出るとは思えないし、この順目までシャアが出てないってことは、まあ、誰かが統一で持ってる可能性の方が高いと思うんだけどね。残り2枚が山にいるよりは、なんかチーマン出てきたな。なんだこれ。いや、チーマン2枚切れ、3枚切れだわ。さすがにないわ。いくら7点とはいえ、これはないです。まだ終わってない。養分をすげえリーチしたくなってきた。ああ、リーチして。待たせた。そうじゃねえんだよな。そうじゃねえんだよ。なんか違うじゃん。今シャア出たら、じゃあリーチよって思ったらシャア積もろうっつってさ、冗談じゃねえよマジで。マジで噛み合わないんだけどこのゲーム。やめようかな、なんか向いてない気がしてきたわ。噛み合わないよな。リーチよって思った瞬間にシャア積もってんだもん。いや、あそこでね、まあ振り点リーチはさすがにしないんですけど、それでもだよ。しかしなんか嫌われてる人しかない。これは裏、絶対裏乗ってるよねあれマジで。本当によくわかってるよ。そうなんだよ。あれは絶対裏乗ってるんだよ。マジでありがとうございます。
前じゃねえんだよな。もう本当にありがとう。でもなんかありがとうしか言えなくてマジで申し訳ないけど、でもありがとうしか言えないんですよ。あー、いやいいや、ロウソウ引いたらトントンだわ。本当か、うん、いやいや、どうなんだろうな。ダブトン泣きます。はい、今日最強殺すの。いや危ない、やばい。あ、危ない危ない危ない。 F ワード、特攻だ、7だから通る、当たり前7だから通る。どれだけあがこうと結末は変わらない。この裏位置痛いのにさ、乗るんだよね、マジで。もう罠だわ、罠です。なあ、もうやり場のない怒りが込み上げてくる。はいはい、押す、はい押す、はい押す。ゴミメロが変わってこいよ、マジで勝ったわ。いいシャンテンなんだけど、ダブリーけ、ダブリー、あー、くそ惜しい。これは、いや、マジダブリーでねじ伏せたかった、本当に。分かったわ。じゃあな。じゃあね。僕の勝ちでございます。ありがとうございました。はい、まで2点を待ちまして、何や未来の勝利でございます。ありがとうございました。はい。いや、もう力入れる必要ないですよ、皆さん。はい、力を抜いて、はい。力まず、力まず、もう1手書いとか、マジで。これ負けたらマジでゴミ。これ負けたら、負けたらガチ引退あるわ。本当に、早くしろ。あ、本当にありがとうございます。おかげさまで元気だよ、マジで。こんな手もらったらね、さすがに発声はできないけどね、早くしろ、マジで。誰でもいいから、マジでどうにかしてくれ、この展開を。本当にダメだ。早く、スピン。グリグリ、グリグリ、モーパイしろって、マジで。待って、ションパイなんだけど、マジやめろ、今。怖い。早く、あがこめたら。早くね、マジで、この野郎。もうちょっと簡単に勝たせてくれよ、マジで。オーラのとは。まあまあ、素点3ポイントぐらいですか、この裏は。はい、はい、終わった。なんかね、やろうと思っても難しいんだよね、そういうのって。飛び率 14% はね、狙って出そうと思ってもなかなか出ないですよ。てか、今日第3弦確定1回もないの。そう、いい台で打ててる。そう、やっぱね、あの第3弦確定はね、結構低設定しさが実はあるんですよね。あの中、いや、要はさ、2枚とか3、あ、ドラッ。しかも自家製やないか。もう見とけよ。まあ、じゃあそれほど手がいいってことで、いや、ドラなんかいらないんですよ。面単品3色ですから、この手はドラなんかいらないんで。第3弦確定の2枚とか3枚が頻発するときは、低設定しさが実はあったりします。どうしようかな、ちょっとスリムに打ちたいな。甘いだろ、半チャンなんでね。ここスリムに打ちません、私。怖すぎるな。待って、この面構え怖すぎるな。ちょっと待って、さすがにシャア欲しかったかな。強靭。いやー、ほらね、あ、ロスだった、危ねえ。いやー、きついね。死んでも打ちたくない。ナステハイキモいな。まあ、統一にはなってましたと。だから一番街のチーム、いや、もう喋らせてくんねえや、マジで。一番街のチーム名は全部運営さんが考えました。なんか、あのビール犬だかビール犬だか、もうなんか全部運営さんが考えました。ええ2着マジか、初めて見た。2着マジで、えっく、高めじゃない、しかも。びっくりした。やっぱさ、あの、マジさ、本当、あの、なんかパチンコとかの違和感じゃないけどさ、あの、なんか雷落ちたのに倒廃しないみたいな、あれみたいな、この違和感。9万舞い上がって中連ポート。ありがとうございます。45ポイントいただきました。やば、さすがに声出るわ、あんなの。
え、きめえ。え、な、追っかけたの？え、どっから貼ってんの？え、しかも折り打ちじゃん。待って、ハイパイ見てなかったわ。マジ？マジ？え、そんなハイパイから中連でできんの？モンスターカード、先生、前降りた。モンスターカード、え、やばいじゃん、それ。モンスターカード、どっかのモンドでしか見たことないんだけど、そういう中連。モンスターカード、え、てか、最終形もそうじゃん。ウーマン9万の高見9万。モンスターカード、はぁ、待って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 、無駄図も一回もないんだけど。え、無駄図も一回もないよね。え、パーフェクトじゃん。8巡目で当たって9巡目でつもぎリーチしただけでしょ。は？やばっ、何これ、そんなことあんの？きめー。